沢田美希をご存知でしょうかおなじみでない方も多いかもしれませんが彼女は戦後復興に貢献した教科書に載せるべき人物の一人です戦後日本の一つの闇 G.I. 彼女は時代に抗いその多くの命を救いましたその苦労たるやいかほどのものだったのでしょうか今回は そんな沢田美希の生涯についてご紹介しますもし興味深いと感じていただけたらぜひチャンネル登録もお願いします沢田美希と GI ベビー救済の礎沢田美希は1901年9月19日に岩崎久也の長女として誕生つまり 三菱財閥創業者岩崎弥太郎の孫娘にあたります男の子が3人続いての4番目の子であった三木は竹を割ったような性格だったようですこの彼女の気性を気に入っていた祖母の木瀬は兄たちのおふるを着せとっ組み合いをしても怒ることはなかったそうです檻に触れ八太郎の 筋を通す性分を語って聞かせ、岩崎家に代々受け継がれる厳格な家庭教育のもとに育てられました。東京女子高等師範学校附属幼稚園から同高等女学校へと順調に進学しますが、これを中退すると津田塾大学創設者津田梅子らによる家庭教師学習に切り替えています。 これが良かったのでしょう。ここで彼女は平等の精神と生きた英語を学び、海外への興味を持ちました。それは沢田が別荘で休養している時のことでした。静かな部屋で耳に届くのは、隣室で朗読にふける使用人の声。なんとなく聞き流していた彼女でしたが、 あるフレーズに衝撃が走ります汝の敵を愛せよご存知イエスの言葉ここからキリスト教に見せられた彼女は友達から聖書を入手すると一心不乱に読み込みましたしかし岩崎家は神言宗です祖母に見つかっては聖書を燃やされまたこっそりと入手そんな 攻防が繰り広げられたと言います1922年二十歳の澤田は外交官の澤田蓮三と結婚します実はそれまで方々からの縁談を全て断っていた彼女そんな彼女が結婚をしたのには父久彌のこんな言葉があったといいます彼はクリスチャンだしかも 外外交官だから海外にも行けると事実2人は結婚式当日まで3回しか会っていませんからその効果は抜群だったのでしょう結婚を機に澤田はクリスチャンに改宗し翌1923年には夫に伴いアルゼンチンに向かいました1936年にアメリカから帰国するまで 中国イギリスフランスなどでの海外生活を経験しましたまた1923年に長男真一翌1924年に次男久男翌1925年に三男昭1928年に長女恵美子を授かることから夫婦仲も良好。 彼女にとってこの結婚は最良の選択だったようですこの海外生活は沢田にいくつもの発見と感動そして素晴らしい出会いを与えますその一つがイギリスで訪れた孤児院ドクター・バーナード・スホームですその頃の日本の孤児院はボロボロの建物で 人が最低限生きていけるような粗末なもの。しかし、ここは建物も部屋も綺麗で、小中高の学校や教会もあり、教育が行き届いていました。捨てられた子が引っ張りだこになるような人間に変わる。それは素晴らしい魔法だ。沢田は、ドクター・バーナードスホーム委員長のこの言葉に、 心を奪われたと言いますこの体験が後の日本での彼女の行動につながるわけですそして GI ウェビー救済に立ち上がった海外暮らしの澤田に訪れた素晴らしい出会いも紹介しておきましょう澤田はこの間に芸術家マリー・ローランス・サンデーや小説家 パール・サイデン・ストリッカーバックなどの人物と出会います。中でも黒いビーナスと呼ばれた女優、ジョセフィン・ベイカーとの出会いは別格でした。二人の出会いはフランスで、沢田は大女優でも選ばず、思いやりの精神を持つジョセフィンに心酔しました。その後、沢田のアメリカ時代にジョセフィンも ニューヨークの舞台にに立つことになります再会を喜ぶ二人しかし当時のアメリカでは黒人のジョセフィンは差別の対象でしたタクシーに乗せてもらえないホテルに泊まれない澤田が目の当たりにした恐ろしくて悲しい差別の現実挙句にはショーのフィナーレに出るなと言われてしまいます その時のジョセフィンの言葉は心にしみるものでしたあなたたちの白い肌の下には黒い心があるそして私の黒い肌の下には真っ白い心がある沢田はこのジョセフィンの言葉に感銘を受けたと言いますさて沢田が帰国してしばらくすると第二次世界大戦が勃発します 終戦後の日本は GHQ の占領下に置かれ米兵が我が物顔で町中を闊歩するもはやかつての日本の姿はありませんそんな中1947年にある事件が起こります京都に向かう列車内座っていた沢田のそばに網棚から風呂敷包みが落ちてきました 風呂敷の中から出てきたのはあろうことか新聞紙で何重にも包まれた幼い GI ベビーの遺体でした GI ベビーとはアメリカイギリスなどを中心とした連合国軍将兵と日本女性の間に生まれた子供のことですこの時代の日本では GI ベビーはひどい差別を受けていました 日本人からすれば敵国との間の子供悪魔と呼ばれ捨てられます一方連合国側もアメリカ占領下での兵士によるその行為が公になるのを恐れ隠蔽工作に走りますこの風呂敷包みのかわいそうな幼子も間違いなくその一人でしょう小さな亡骸を見た瞬間沢田に かわいそうな子供たちの母となれ、との啓示が降りてきたといいます。そして沢田は決心しました。GI ベビーたちの母となり、小さな命を救おう、と。もちろん貴重な海外生活の経験が、彼女の背中を押したのも事実でしょう。とにかく偶然風呂敷包みに包まれた、 幼い GI ベビーの遺体を見つけたことで澤田は立ち上がったのですエリザベス・サンダースホームの設立澤田の頭に浮かぶのはイギリスのドクター・バーナードスホームでした日本でもあんな施設を作ろう候補地は財産税として没収予定だった岩崎家 追いそべてですしかし GHQ や日本政府が出した没収免除の条件は半年以内に360万5,000円を支払うこと。戦中戦後の混乱期のため正確には分かりませんが当時の物価が現在の100から150分の1との説もありかなり厳しい条件なのは確かです。 それでも沢田は諦めません。私物を売り、人から借り、どうにかお金を工面しました。そして設立されたのが、孤児院エリザベス・サンダースホームです。この名称は、正居の際に170ドルを最初に遺贈してくれた聖公会の信者、エリザベス・サンダースにちなんだもの。沢田は、 この施設で多くの捨てられた GI ベビーを引き取りました全国から見ればそれはわずかかもしれませんがわずかでも尊というとう命が救われたのは事実ですしかし施設の運営は苦難の連続でした厳しい資金繰りは沢田が私物を投げ売り何とか賄いますが次には同じ日本人から 差別という醜い攻撃が向けられます。敵国の子供を育てている。在日米軍を相手にした外相、パンパンにちなんで、パンパンカンと呼ばれ、石を投げられる。そして、GI ベビーたちはいじめの対象となりました。澤田は、こうした差別からも身を挺して子供たちを守り抜きました。 苦難はさらに続きます。GHQ からは GI ベビーを集めて、反米を煽るなと脅され、施設を潰されかけました。実はアメリカ本国で日本の GI ベビーが問題視されていたのです。沢田は GHQ 本部へ乗り込み、公衆衛生福祉局長クロフォード・サムスと対峙しました。 G.I. ベビーを一箇所に集めるなよその施設に散らせ一箇所に大勢の G.I. ベビーがいれば目立ってしまうクロフォードの何とも身勝手な要求に澤田は後悔しますどこの施設に行けとあの子たちは他に行けないからここにいるんですあなたたちは日本国だけでなく自分たちと 血のつながる子供の命までも奪うのですかクロフォードは返す言葉がありません。こうして沢田は何とか施設を存続させたのですが、その後も差別は続きました。しかし、世の中悪いことばかりではありません。こうした沢田の行動に心を動かされ、賛同する支援者が増えていきました。 その中には、モナコ皇妃となった元女優、グレイス・ケリーや著名人も大勢いますし、もちろん、ジョセフィンもその一人です。こうした支援により、施設は持ち直し、教育機関、聖ステパノ学園や卒園生たちの就職先として、ブラジルに聖ステパノ農場を設立することができたのです。 ちなみにステパノというのは戦死した三男アキラの洗礼名です沢田が救った命は2,000とされさらに500人以上の養子縁組を成功させました参考にしたドクター・バーナードス・ホーム院長の言葉「捨てられた子が引っ張りだこになるような人間に変わる」 その素敵な魔法が叶ったのではないでしょうかエリザベス・サンダースホーム成功のその裏で沢田の尽力により多くの GI ベビーが救われましたただ沢田の活躍を美談としてのみ語ることはできないようですその最たるものが家族で 澤田の長男、新一は、取材で複雑な心情を吐露していました。それは、なぜ澤田が施設を作ったのか、との問いに対する回答です。大磯の別荘が人手に渡るのを防いだ。GHQ に恥をかかせたいと思った。そして、慈悲深い母は、気の毒な GI ベビーたちの面倒を見ようとした。このうち 最後は嘘だとと。感じる、澤田の奮闘を間近で見た真一にはこう感じたようですそして続けます「何も母がやることはないだろう兄弟で集まると実子が孤児になり孤児が実子になった」なんて話していました実の母が実の子供以上に GI ベビ B の面倒に力を注ぐ。 おそらくそれは子供ならではの複雑な心情なのでしょう素晴らしいことと分かっていてもそれを単純に称賛できない新一の言葉には複雑な思いが募りますまた沢田のもとで幸せをつかんだ GI ベビーがいる一方で悲しみを背負い続けた子供たちもいました実は俳優 草刈雅雄さんもその一人ですそんんな草刈さんのドキュメンタリー番組が放送され GI ベビーが注目されました彼らの多くは自分たちの父親は朝鮮戦争で戦死したと聞かされ育ったといいますそれは草刈さんも同じで父親の写真さえも見ないまま母子家庭で育ちました実は 草刈さんの父親は朝鮮戦争から無事生還し草刈さん家族とは別の人生を歩んでいました時代が両親を引き裂いた時代に翻弄されてしまった草刈さんは父親を責めることはしませんしかし母親の苦労は何だったのか複雑な思いが巨来したことでしょうただ一つ言えるのは 草刈さんには彼を愛し必死に育てた優しい母親がいてくれました多くの G.I. ベビーが母親からも捨てられたのですから草刈さんはまだ幸せなのかもしれませんそう考えますとやはり G.I. ベビーの命を救った沢田の行動は翔さんに値する素晴らしいものでしょう残念ながらご家族がそれを 手放しで喜んだわけではありませんがいや本当はご家族もそれは認めていたのかもしれませんただ感情がついていかなかった冷静に考えればあの偉業は母だから澤田だからなぜたのだと私たちも澤田の人生から学ぶことはたくさんあります肌の色人種 宗教などなど差別の醜さ真面目に実直に取り組めば理解者も必ず現れ成功に導くことができるたとえどんな環境に置かれようともいくらでも変わることができる澤田も自分の言葉で残しています人生は自分の手でどんな色にも塗り替えられる澤田ならでは 実に「岸畜のある素敵な言葉」1980年最初で最後のプライベート旅行で立ち寄ったスペイン・マヨルカ島で78年の生涯を終えましたさて今回の動画はいかがでしたでしょうかご意見などコメント欄よりお聞かせいただけたら幸いですまた。 この動画が役に立ったと思われたらチャンネル登録をお願いします